はい、ということでどうも皆さんこんにちは、くちゃねと言います。よろしくお願いします。ということで今回はですね、クリスマスピックアップボリューム2ということでございまして、クリスマスの加藤めぐみが登場したということでございましてね、あの僕の持っている、まあ、1紙、まあ、100、1000コードぐらいですかね。なので約なんぼですかね、60連ぐらいですかね、との単発と単発を、マックスにしてね、引いていきたいと思います。いやー、ついにね、めぐみが来ました、本当に。今ね、もうバンバン今引いてますけども。いやー、本当に。このめぐみはね、イベント中に出てきたんですよ。で、イベントに出てくるのに、来るのかなとね、ガチャに来るのかなと思っていたら、この30日に来るというね、クリスマスガチャやぞと。クリスマスガチャをなぜ30日出すんやと思いながらね。ま、もう本当はもうイベント内で あのモブキャラみたいな扱いでめぐみが出たのかなと思っていたら、まさかの急にめぐみが登場したということでございましてね。いやー、マジでビビりました。いや、それもね、可愛いんすよ、今回のめぐみもね。いや、とかそもそもめぐみのあれがね、いないんですよね。その工場の方ではめぐみがいないので、いやー、よかったねー。って言ってる間にね、カチャカチャ単発は、ね、引いていってね、出ないね、単発は本当に。てか、このガチャは、このゲームはね、出ない。本当に出ないです。それは仕方がない。それでも頑張って当てに行くということでね、前回のね、クリスマスの10日はもう、20連ぐらい引いて当たったんですよ。なので、結構ね、まあ、リゼマラもそんなに10回ぐらいや、10回、20回ぐらいやって、リアスが出て終わったので、はい。ということでございまして、1回目の10回目いきます。ほい、10連ガチャ、まず1回目。はい、これはね、確定演出じゃないですよね。オレンジ、黄色かな、黄色っぽいのが出たら、あれは多分星4が確定なのかなっていう感じなので、いやー、出ない。出ないね。さあ、でもね、新規は出てるからまあいいかな。はい、次20連目参ります。さあ、いやー、またこれか。いや、マジで演出来ないよね。お、これ一応、あ、お、これいいんじゃないですか。これ今回の限定かな、クリスマス限定の星5のフラグメントですね。いや、このね、 DD のやつはいっぱい揃ったんですよね。今回でね、結構揃ったんですよね。いやー、今回のこの今の子2回目だけで揃ったんですよ。なのでいいですね。さあ、30連目いけ。さあ、来い。マジで渋いね。まずこのね、このビリビリビリのところがね、1箇所しか出てない時点で積んでるんですよ。お、来ました。いいね、いいね、めぐみが出た。そのフラグメントでめぐみが出たのは嬉しい。これはね、そのリセマラスの時にこれはいつか当てようと思っていたので、まあいいじゃないですか。まあ大して強くないと思うので使わないと思いますけども。はい、次40レ目かな ?40 レ目か、うん。さあ来い。はい、あい。マジで来ねえな。マジで来ないよ。さあ。はいはいはい。はい、うわあ。うわあ。うわあですよ。さあ次、50レ目。ほい。さあ来い。来い来い。来い来い。来い。来い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 、おお、これは何、星4以上確定なのかな。前これ来た時も星4だったので、前の時は、はいはいね、お、いいね、またお前出たじゃん。おお、星5じゃん、いいじゃん。おお、出た。これも確か今回登場した子ですよね。やったじゃん、これ星5じゃないですか。天童さんか、これゲーマーズの あれキャラですよね。で、こっちが、デートアライブかなのキャラですね。見たんで、この2つは見てるんで知ってるんですよね。でも違う。さあ、ラスト、いきます。60連目。さあ。おお、ちょっと、これ、初めて見た。これ、マジ確定演出じゃないの、これ。だって、ギラギラのカラフルって。で、このマークの金でしょ。これ、絶対、来たじゃん。よし、来た。危ねえ、マジで。60連目、意思なかった。最後の、
10連あーこれも来たやったーいやーでもここ喋ってるんで、まあこれでね無事に出たので良かったんじゃないかなと思います。さあ、残りはですね DD の他のキャラが来るまで待ちたいと思います。以上バイバイ。